高耸玻璃摩天大楼耸立在日本东京市中心，几乎快跟330公尺的东京铁塔一样高。最も高い森 JP タワーは地上64階建てでおよそ330メートル。東京タワーとほぼ同じで、ビルとしては日本一の高さです。日本东京新地标办公大楼麻布台之丘三 JP 塔预计将在这周五正式启用，成为日本国内第一高楼，挤下大阪市的八倍也。こちら屋上の高さは地上330メートル。なんと東京タワーが下に見えます。東京タワーのほか、スカイツリーやレインボーブリッジなど、東京のランドマークを一望することができます。三 JP 塔除了拥有办公室之外，里面还有住宅、商场、饭店、美术馆，甚至还有医疗中心。そしてもう一つ大きな特徴は緑。敷地の三分の一近くは広大な緑地が占めます。三 JP 塔大约占地 8.1 公顷，其中 2.4 公顷都是绿化用地，当中还设有一个中央广场，预计每年可吸引3000万人次到访。而大楼是麻布台之丘其中的一部分建案，它的左边是六本木之丘，右边则是虎之门之丘，都属于东京当局都更计划中的一环。虎之门之丘车站大楼也在十月盛大开幕，成为连接东京湾道市中心的全新交通枢纽。 TBB 的新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TBB 的新闻网 APP。